ここは地下の湖。こんなもんが広がってたのかよ。皆さん、あれ。キーボーの写真に写っていた。この場所で撮られたものだったのね。なんかね、暗くてでっかい場所が頭の中に浮かんできた。上の方がぼんやり光ってて綺麗だけど、ちょっと怖い感じ。そうか、あれはこの場所のことだったのか。その通りさ。ヨアヒム・ギュンタ、いつの間に。どうやら本当にただものじゃなさそうだね。ようこそ我らの起源にして聖地へ。特務支援課の諸君、そして遊撃士協会のお客人、歓迎させてもらうよ。あなたは随分と余裕じゃねえか。ヨアヒム・ギュンタ、単刀直入に行かせてもらう。グノーシスを投与して操っている人々を今すぐ解放しろ。どんな方法かは知らないが、あんたが操ってるのは分かっている。ああ、別に構わないよ。IBC ビルでも言っただろう。キーヤ様を引き渡せばいくらでも手を引こうと。ふざけるな。まだそんな世まい事を。てめえ、喧嘩売ってんのか。最低の犯罪者ですね。何こいつ、教授並みに性格が悪そうね。ワイスマンはここまで狂気じみてはいなかったけど。やれやれ、これでは話にならないな。そもそもキーヤ様は我らが教団の崇める巫女、それを返せというのがどうして理不尽なんだい。自分たちが6年前どんなことをやったと思っている。そんな連中にキーヤを引き渡せるわけがないだろうが。それよりもいい加減キーヤちゃんの素性を明らかにしなさい。ちゃんと身元は分かっているのでしょう。なるほど、君たちはまだキーヤ様がこの時代の生まれだと思っているのか。この時代。いいだろう、英知に至らぬ者に話すのは本来禁じられているが、君たちには特別に教えてあげよう。つい一月前までキーヤ様は眠っておられた。この祭壇の聖なるゆりかごでまどろむように、500年以上にも及ぶ長き眠りに疲れていたのさ。してんじゃねえぞ。別にそんなに驚くこともないだろう。現代の技術では不可能でも、古の技術ならばそれが可能。500年前アーティファクトを研究していた錬金術師の集団がこの地にあった。この祭壇は彼らの技術をもとに作られたと伝えられている。星見の塔を建造した中世の錬金術師たち。そんなつながりがあったなんて。以来キーヤ様は500年もの長き眠りに疲れていた。当然その素性を知る者は我が教団にすら残っていない。つまりはそういうことさ。そんな、なんてこった。キーヤちゃんの過去取り戻してあげられると思ったのに。
何を悲しむことがあるんだい。キーヤ様に過去など不要。なぜなら彼女はこれより真の神になるのだから。神って文字通りの意味さ。君たちはいい加減真実に気づくべきなんだよ。エイドス？そんなものがどこにいる。全ては七王教会によるまやかしだとなぜ気づかない。正気かよ。女神の存在を疑う人がいるなんてだがそれが我が DG 教団の説く真理だ。よく誤解されるのだが、我々は別に悪魔という存在を崇拝しているわけではない。ただ女神という概念を否定するために好都合だから概念的に利用しているに過ぎない。毒を持って毒を制す、つまりはそういうことだよ。ふざけないで。だったらどうしてあんなひどいことを。みんな泣き叫んでいた。私がいたロッジはそれでもマシだったと聞いている。悪魔なんて崇拝してもいないのに、どうしてそんな。ディオスケディオプラトー、君の名前は覚えているよ。アルタイルロッジで素晴らしい感能力を示した検体。いやはや、まさかこんな形で検体本人に会うことになるとはね。ちょうどいい。改めて話してもらおうか。大陸各地のロッジで行っていた数々の非道な儀式の目的を。おや、まだわからないのかね。全てはグノーシスの完成度を高めるための実験だったのさ。人が極限状態の時に示す想念の強さや潜在能力の開花、それがグノーシスの完成度を高める格好のデータだったわけだ。ちなみに子供が多かった理由は単にデータサンプルの精度の問題さ。思春期を迎える前の幼く無垢な検体の方がいろいろと。やめろ。いい加減にしなさい、この人でなし。まさか俺ら以上の外道がいるとはな。ヨアヒム・ギュンタ、察するにあなたはそうした数々の実験を統括していた責任者だったみたいだね。その通りだ。だからといって教団内の位階が高いわけではない。そもそも我が教団は真なる神のもと平等の。あんたたちの教義なんて正直どうでもいいわ。それより、だったら知ってるはずよね、楽園と呼ばれていた風変わりなロッジのことを。その名前は、あの黒いファイルにあった。ほう、その存在を知っているのか。あれは教団の有力者がわざわざ作らせたロッジでね、各地の有力者を取り込み弱みを握って教団の手づるとする。正直僕が考えていた実験の趣旨からかけ離れてしまったロッジだったよ。やっぱり推測通りだったか。なるほど、そういうことか。その楽園とやらに引き込んで議長の弱みを握ったんだな。そうつながんのかよ。僕は全てのロッジの実験結果に目を通していたからね。6年前のあの忌々しい作戦でほとんどのロッジが失われた後、ちょうどいい後ろ盾を手に入れることができたわけだ。ルバーチェなんていう便利な手足のおまけ付きでね。やっぱりか。
警備隊を操れているのもそのあたりの関係だな。そういえばどうやってグノーシスを連中に服用させやがったんだ。ああ議長の子飼いである警備隊司令に強引に回させたのさ。ウルスラ病院で開発された画期的な栄養剤という触れ込みでね。まさかこんなにあっさりと信じるとは思わなかったが。アホ司令がさすがにうかつすぎんだろ。楽園に話を戻すが、あれは妙な終わり方をしたようだな。どうやら例の作戦とは別に去年リベールで異変を起こした結社とやらに潰されたようだが、やれやれ何のつもりだったのやら。ああしかし楽園には一つだけ大きな心残りがあったな。天才的な適応力を持つ一人の幼い検体がいたんだが、これがまた傑作でね。周囲にいた別の検体の人格をグノーシス投与をきっかけに自分のものとして取り込んだのさ。いやその実験データだけでもせめて回収できていれば。もういいわ、知りたいことは全部わかった。もうそれ以上話す必要はない。ごめんロイド、少し出しゃばったみたいだ。いや、おかげでこちらもかなり整理できた気がする。これで心置きなく逮捕に踏み切れそうだ。 DG 教団幹部司祭ヨアヒム・ギュンター、自治州法に基づき傷害、騒乱、不法占拠、薬物使用、虐待などあまたの容疑で逮捕する。略式ではあるけど捜査令状および逮捕状もすでに出ているわ。おとなしくお縄についてもらおうか。いいだろう、僕と君たちのどちらが目的を達せられるのか、ここは一つ賭けをしようじゃないか。その髪は、しかもホーバルスタッフの一種ですか。僕の髪はこちらの方が地の色でね、グノーシスを投与し続けて少々風変わりな体質になったんだ。なんせここ数年全く睡眠をとっていないくらいだからね。おいおい、シャレになってねえぞ。なるほど、それで病院勤めをしながらここまでする時間が取れたのか。さすがは捜査官、いいところに気づくじゃないか。ちなみにこの杖は例の錬金術師たちが作り上げた魔道具の最高傑作の一つさ。アーティファクトすら凌駕する力を秘めていてね。魔道の力よ。こんなものまで刺激できるくらいさ。これって錬金術を駆使して作られた中世のオーバーマベットか。さてそろそろ幕切れとさせてもらうよ。多分今日という日は記念すべき一日になるだろう。キーヤ様が神となって我らの悲願が達せられる日にね。死ねこと、あなたなんかに絶対に負けない。偉大なるキーヤ様のために速攻で蹴りをつける。行くぞ。みんな一気に行くぞ。よっしゃ。
できない。分析を開始しました。真の英知を知るがいい。来た来た、最悪の宝珠。フフフ、俺の番だな。行くぞ。これで決めた。ライジングサーン。ドライブ開始。面白い。ふん、行くぜ。行くぜ。行きます。リカバーをありがとう。ありがとう。くらえ。任せてくれ。みんな大丈夫？おっしゃ。行きます。私の番です。そこです。お返しだ。捕らえられるかな。任せて。行くぜ。任せて。ふん、行くぞ。俺の番だな。行きます。リカバーをありがとう。ありがとう。任せて。おっしゃ。はあ、行くぞ。やっや。お返しだ。ふん。甘いぞ。行きます。よし、させるか。俺の番だ。援護する。遊びすぎたか。ちょろいぜ。よし。
賭けは俺たちの勝ちだな。おとなしく投降しなさい。やれやれ、一つ教えてあげよう。知っての通り、グノーシスの効能は単純な身体能力の強化などではない。感能力の強化、ひいては服用者の潜在能力を引き出すものだが、その使い方を極めればこんなこともできるのさ。なんだこいつは。空間が呪縛されている。これってワイスマンの魔眼。バカな、どうやって。そちらの二人は随分と興味深い体験をしているようだね。リベルアークにファンタズマか。こいつ、私たちの記憶を。まさかそこから再現したのか。ワイスマン、ほう、これはなかなか共感を覚える人物のようだ。ウロボロスの情報も思っていた以上に興味深い。なかなか楽しませてくれそうだ。こんなやつに。賭けは僕の勝ちだ。早速君たちにはグノーシスを飲んでもらうよ。そうすれば君たちは僕の思うがまま、キーヤ様も納得してお戻りになっていただけるだろう。てめえ、それが狙いで私たちをここまで。君たちのような愚物にどうしてわざわざ面会の時間を割いたと思っている。全てはキーヤ様のため。それ以外の理由がどこにあるというんだい。あなたはそこまでの力を手に入れておきながら、その上キーヤにこだわる理由が一体どこにあるんだ。ほう、彼女が本当に500年前の時代の出身だったとしても、あくまで普通の女の子であるのは変わらないんじゃないのか。それだけの力を手に入れながら、どうしてキーヤにこだわる。確かに根本的な疑問だね。言っただろう、彼女は神となるお方。キーヤ様の前にはこの力など比較するのもおこがましいだろう。いや、そもそも比較すること自体意味がないとも言えるのかな。わけのわからねえことを。本当に誰かさんにそっくりだわ。まあいい、この際だから聞いておく。どうしてキーヤはオークションの場にいたんだ。確かにそれもまだ分かっていないよね。マフィアの方でも心当たりがないそうですが。続けて聞くぞ。俺の兄ガイ・バニングスを殺したのはあんたか。おほほ、そうか、そうだったのか。なるほど、二人きりの兄弟、年の差は10近く。兄の殉職後はクロスベルを離れ再び戻ってきたというわけか。これは傑作だ。まさか君があの厄介な男の弟だったとは。それは皇帝の言葉と受け取っていいのか。確かに当時彼は僕の存在に迫っていた。厄介だからルバーチェに頼んで抹殺するよう依頼したんだが、どうやら殺したのは全く別の勢力だったようだな。3年前マルコーニはさも自分たちの手柄のように僕に恩を着せてきたが、ガルシアの方は否定していたから、その可能性はないだろう。
なるほど。だろうと思ったよ。あんたみたいな男に兄貴が負けるとは思えないからな。うん、ほう、面白いことを言うじゃないか。キーヤがオークションの場にいた経緯、多分それもあんたにとっては想定外の出来事だったはずだ。自らが神と崇める存在を簡単に手放すわけがないからな。確かに、あまりに非合理的ですね。くっ、確かにあの日キーヤ様は長き眠りからようやくお目覚めになった。だが僕がそれを知った時にはこの祭壇からいなくなっていた。おそらくご自分で地上にさまよい出たと思ったが。そして偶然出品予定だった人形のトランクに入り込んだ。バカ出てる。そんなことがありえるわけがない。ヘイユにもたらされた情報もある。つまり今回の事件に関しては黒幕であるあんたも知らないことが少なくないということだろう。いいツッコミだぜ、ロイド君。すごい。さすがは捜査官だね。だからどうした。キーヤ様がお戻りになればそのようなさまつな疑問は。グノーシス。冗談も大概にしたらどうだ。あんたが今していることは誰かの記憶を盗み見て誰かの力を真似ただけだろう。あんたが非道な実験をもとに完成させた薬とやらも同じ。罪もない子供たちをもてあそんで愚かな試行錯誤を繰り返した挙句偶然見つけた結果でしかない。そんなものが断じて英知であるものか。確かに英知というには下劣すぎるかもしれないがね。卑しいと言ってもいいかと思います。ごめん、ワイスマンの方がはるかにマシだったかも。ああ、僕も同感だ。そして今もなお、あんたはそのくだらない幻想をキーヤに押し付けようとしている。あの日だまりのように明るくて無邪気で天真爛漫で、そして思いやりもある俺たちの大切なあの子に。そんな馬鹿げたことをさせるものか。バカな。あ、体が動くぜ。呪縛が解けた。そうか、彼の魔眼は所詮コピーしただけのもの。動揺すれば保てない程度の不完全なものだったのか。ロイド君の気合が打ち破ったってわけね。ヨアヒム・ギュンター、あんたの器はもう見切った。この上何をしてこようとも俺たちは絶対に屈しない。おとなしく投降してもらおう。何をブツブツ言ってやがる。これじゃ切り札を使うしかなくなったじゃないか。それは教えてあげよう。これぞ完成したグノーシスの最終形とも呼べるもの。君たちが手に入れたものが青の英知というならば、さしずめこれは赤の英知といったところかな。もしかして秘書野郎とマフィアどもを化け物に変えた。その通り。しまった、あんなに大量に服用したら。
中毒症状。とにかく急いで吐かせないと。見える、見えるぞ、大いなる D。 あを取り込んだワイスマンよりも。ああ、心地よい。今こそ我は全ての真実へと至った。世界の在り方、その秘められた意図も。気を確かに持て。そんなものは甘やかしだ。真実というのはそう単純につかめるものなんかじゃない。それは単に人の身の限界。我には全てが見えるのだ。キーヤ様の失踪のからくり、そして貴様の兄の死の真相も。クロスベルの地に課せられた避けられぬ運命も。ハッタリオ、もはや貴様らを生かしておく意味もなくなった。至れぬ身の不運を嘆きながらここで果てるがよい。秘書さんの魔人化とは格が違うみたいですね。ああ、さすがにちょいと戦力差がありすぎるな。でもどうやら避けられる戦いではないみたいね。ああ、覚悟を決めよう。エリ、ティオ、ランディ、それからエステルにヨシア。これが最後の戦いだ。みんなの全力を貸してくれ。真の英知を知るがいい。俺の番だな。みんな一気に行くぞ。私の番です。分析を開始しました。行くぜ。行くぞ。
私の番ね。みんな、ありがとうございました。やっ、行くぞ。これで決めた。イメージングストーン。さて、分析を開始しました。俺の番だな。ありがとう。任せろ。
部開始。行くぞ。行くぜ。我が力、とくと味わうがいい。私の番です。リカバリー、ありがとう。おっしゃ、
完全に暴走してしまったみたいです。こうなったらもう彼の肉体は、そんな、やるじゃないか。いまいましいが、最後に正気を取り戻させてくれたことだけは礼を言っておこう。ヨア姫、あんた哀れみの目で僕を見ないでくれたまえ。見届けることはかなわないが、我らが対望はなったのだから。あの方は、キーヤ様はきっと、最後までよまいごと。でも哀れね。はい。気にすることはないよ。あの狂気の薬を大量に飲んだ時点でもう彼は助けられなかったんだ。うん、そうね。できれば私も助けたかったけれど。ああ、
最後まで彼の妄想を晴らすことができなかった。できればきちんと裁きを受けて自分の罪を受け止めてほしかった。そうでないと彼自身も彼が犠牲にした人たちも悲しすぎる。ロイド、ロイドさん。ほら、何をしけた面してやがる。ランディ。俺たちは全能じゃねえ。全てがうまくいくわけがねえんだ。それでも精一杯やってここまで来れたんだろうが。ベストとは言わねえが上出来ってもんだぜ。ランディ、かつてのローチ制圧作戦では多くの教団信徒たちが自決しました。ガイさんやアリオスさん、課長たちは屍を越えて私を助けてくれました。避けられない犠牲も時にはあるのだと思います。ティオ、彼は自滅してしまったけど、まだまだ後始末は残っている。クロスベル全域の混乱、それから操られていた人の安否も、落ち込んでる暇はないと思うわ。エリー、ありがとう。そうだな、へこんでる場合じゃないか。それにキーアや課長との約束もちゃんと守らないとな。ええ、全員で無事にあの子の元に戻る約束、それと課長に一人前と認めてもらう約束ですか。なんとかどっちも守れそうだぜ。仲間か。どうやら幕引きみたいね。本当は最後まで手を貸すつもりはなかったんだけど、レイベに影響されちゃったのかしら。レン、これでクロスベルでのレンの心残りは全部なくなった。なかなか楽しかったけど、レンがいると混乱しそうだし、そろそろ失礼するわね。レン。なに、エステル。レンは、まだ捕まる気はないわよ。ううん。レン。もうあんたは、私たちに捕まってるわ。最後に別れてから半年、一度リベールに里帰りして、またここに来てから3ヶ月。私たちはいつでも、レンの気配を肌で感じてたわ。人形工房にいたことも知っていたし、ちょくちょくクロスベル市に遊びに来ていたのも知っていた。さすがに、動力ネットで君を捕らえるのは難しかったけどね。当たり前じゃない。レンはキティ。誰にも捕まれないんだから。私たち以外にはね。今私たちはレンのことを全て知った。あんたの過去、悲しみ、そして嬉しいことや楽しいことも、もう逃げ切れないわよ。諦めると思ったのに、楽園のことしたら、エステルは絶対に諦めると思ったのに。2年前の私だったら、ひょっとしたらそうだったかも。でもみんなやレーベ、そしてレンに出会えたおかげで私は強くなれた。過去のどんな出来事も今のあんたを形作っている大切なものだから、今はただ愛おしくて仕方ないわ。本当だったらご両親の元に戻った方がいいのかもしれない。でも僕たちはどんなにわがままと言われようとも、家族として君を引き取りたい。それがクロスベルに来て
僕たちが改めて出した結論だ。君もレンのこと。ダメ！捕まえた。ありがとう、パテルマテル。マイスターに調整されて、自分の意思で動けるようになったみたいだね。もう逃がしてあげないんだから。これからどこでどんな風に暮らしていくか一緒に考える必要はあるけど、まずは一度リベールに帰りましょう。ティータもずっとレンのことを待っているわ。本当によかった。はい。さすがにじんときちまうな。みんなありがとう。本当に君たちにはなんてお礼を言ったらいいのか。いや、俺たちは手伝いをしただけさ。君たちは君たちの手でこの結果を手に入れたんだと思う。よしや、おめでとうって言わせてくれ。ありがとう、ロイド。一刻も早くキーヤちゃんの顔が見たくなってきたわね。はい、それにサイトと課長にも。そんじゃあぼちぼち戻るとすっか。ああ。特務支援課、撤収準備。捕らわれた人たちを護衛しつつ、マフィアたちの身柄を確保しながら地上に戻ろう。朝日が綺麗です。ああ、それに暖かいな。ライダー、この声、まさか。キア、よかった。ロイドもエリーもティオもランディも無事で。うん、どうしてキアちゃんが。おほほほ、しかも偉い大所帯じゃねえか。先ほど市外に展開していた警備隊員たちが全員気絶した。それで取り急ぎ彼女を連れてこちらに出向いたというわけだ。まったく、連れて行けとダダをこねられて困ったぞ。これだから支援課はしつけくらいきちんとしておく。そう言いながらわざわざ連れてきてやるあたりがお前らしいがな。セルゲイさん。副司令にノエル総長も。皆さんお疲れ様です。こちらの部隊もようやく身動きが取れるようになったわ。それで様子を見に来たんだけど、とりあえず危機は去ったのね。はい。不気味な魔獣たちも全て姿を消してしまいましたし、おかげで全員連れて帰ってこられたぜ。マフィアたちは拘束して地下に置いたままだが。
むしろこれからの方が大変かもしれませんね。そうね。市民への説明と諸外国への対応、操られた警備隊員たちへのケアもきちんとしないと。マフィアたちも一通り拘束する必要がありそうですね。そして今回の事件に関する一連の証拠集め、一ヶ月は大忙しだろうな。ギルドも協力させてもらおう。感謝する。確かに死ぬほど忙しくなりそうだが、でもなんだか全てがいい方向に行きそうね。ああ。うん。うん。ロイド、エリー、ティオ、ランディ。詳しい報告はゆっくりと聞かせてもらうとして、とりあえず、蹴りはつけてきたか？ああ。はい。上出来だ。これでどうやらお前たちを一人前として認めてやることができそうだ。ガイのやつも喜んでるだろう。課長。はいはい、ちょっとどいてどいて。グレイさん、こんなところまで。こんな美味しいネタを見逃すわけにいきますかって。何はともあれ、まずは一枚パシャリと行かせてもらうわよ。ほら、全員入った入った。やれやれ。写真撮ってもらうの？ああ、にっこり笑うんだぞ。うん。サイト、入りましょう。私たちはさすがに遠慮した方が良さそうだね。ほらほら、遠慮すんなっつの。ジョーちゃんも入ってけよ。それじゃあ遠慮なく。まったく。たまにはこういうのも悪くなかろ。ほら、副司令も課長さんの横あたりに。はいはい。でもこれどんな絵面になるのかしら。さあ行きますよ。はい、チーズ。クロスベルに恐るべき混乱を引き起こした DG 教団の存在、それに利用されたマフィアと薬物によって操られていた警備隊、そしてハルトマン議長をはじめとする数々の有力者たちの不始末、事件の概要はクロスベルタイムズによって報じられ、前代未聞の大スキャンダルへと発展した。ここに至ってマクダイル市長は警察局長、警備隊司令、両名を解任。各課の責任者やソーニャ副司令に事件の徹底究明を命じた。ダドリー捜査官をはじめ、今まで上層部に押さえつけられていた捜査官たちによって、帝国課議員のみならず共和国課議員にも及ぶ教団とのコネクションが洗い出され、何名もの逮捕者が出るに至って、クロスベル政界に対する市民の不信感が頂点へと達した。そんな中、 IBC のディーター総裁が次期市長選挙の出馬を電撃表明し、引退するマクダイル市長の理念を継いで健全な政治体制の確立を公約に掲げた。そしてマクダイル市長もまた逮捕された議員たちの補欠選挙の出馬を表明し、早くも次の議長候補として各方面から期待されているという。そして事件から1ヶ月後、
そのマクダイル市長によって俺たちは視聴者のホールに呼ばれた。エステルとヨシアはレンと共にリベールに帰ることになった。遊撃士協会の人手は減ることになるが、政治改革が行われることによって警察の体制もよりよく変わるだろう。今後は一層ギルドとも協力しつつ、彼らの負担も減らせるかもしれない。別れ際、レンは俺たちに改めて気になる言葉をかけてきた。500年前の真実とキーヤがオークションにいた経緯、そして俺の兄ガイ・バニングスを殺めたのは結局何者だったのか、全てを見通すような彼女にもそれらの真相は分からなかったという。だがそれを解き明かすのは俺の、いや俺たちの役目であるはずだ。いつかまた再会する約束をして、俺たちは彼らと別れの言葉を交わした。そして白熱した市長選が終わり、俺たちが通常業務に戻った日、特務支援課の玄関に真新しいカバンを持ったキーヤの姿があった。本当に大丈夫か？やっぱり初日くらいは俺もついていった方が。大丈夫、ちゃんと道も覚えたもん。それにリュウとアンリも一緒に行くんだし、ライド心配性すぎ。でもな。まったくもう、本当に親バカなんだから。あなただって小さな頃は子供たちだけで日曜学校に通っていたんでしょ？まあそれはそうだけど。そういうエリーさんもそわそわしまくってませんか？これはその保護者の差がというか。やれやれ、せっかくのキーボーの晴れの日だ。もう狙われることもないんだし、せめてきちんと見送ってやろうぜ。いやまあ分かっちゃいるんだけどさ。なんだか子供を持つ親の気持ちがわかる気がするわ。お前らこそ新市長から相談に呼ばれてるんだろう。そろそろ出かけたらどうだ。はい。それなんですけど、課長ご存知なんでしょ？一体どんな相談なんですか？それは新市長から直接聞いた方がいいだろう。とにかく今日はお前たち全員にとって新たな一日になるはずだ。せいぜいしっかりやってこい。わかりました。やれやれ、また忙しくなりそうだな。まあ忙しいのはいつものことですけれど。それじゃあキヤちゃん、通りまで一緒に行きましょう。
私を見つけて。